バロン、今週も始まりました。欅って書けない。どうも、スカイゾーサーブと須田です。お願いします。さあ、そしてこいつらが欅ちゃんです。はい、はい、いやいやいや、さあ今回の企画発表いたしましょう。セカンドシングル発売記念、私の世界には〇〇しかない。私の世界には〇〇しかないはこちらです。じゃん、馬術。私は馬が大好きで、うん、乗馬も習ってきました、うん、馬術はじゃん、動物を扱った唯一のオリンピック種目です。あ、しかも年齢も結構、いや、そうですよね、上までできますもんね、はい、あの補欠さんね。そうそう、あのオリンピックで出てた、そう、レギュラーなのに補欠さんね。補欠さんなんで、あの人でロサンゼルスオリンピックね。71歳です。71歳、ね、これババ馬術でしょ。はい、ババ馬術で塩ビ服を着ていて、これは3種のうちの早足という、一番ババ馬術の中では一番スピードのある動きで、あれが一番スピードあるんだ。はい、駆け足から。これも疲れちゃったんじゃないですか。これも違うんです。波足で一番ゆっくりの一番ゆっくりの動きで。これも指示で。はい、これも駆け足から波足に一気に落として。あ、これはフライングチェンジしてます。フライングチェンジしてる。はい、4歩歩くごとにこうやって馬の足を入れ替えてるんです。前足を。それが難しいんです。フライングチェンジ、フライングチェンジ。あ、これは散歩ごとのフライングチェンジ。あ、今しました。すごい、テンション上がってきてるじゃん。つがいが今フライングチェンジしました。フライングチェンジした。今しました今した。あ、なんかちょっと、はい、スキップしてるみたいに。あの、障害を飛び越えるやつは我々が見ても分かりやすいじゃない。そうですね、なんかた、あ、これ高いやつ飛んだからポイント高いんだなとか。これはちょっと難しいよね。確かに会場も結構静まり返ってて、あんまり音出しちゃうと馬がびっくりしちゃうから静かに。あんまり出たフライングチェンジみたいな。あんまり言っちゃダメです。バカなんです。なんで京都で言ってるだけのやつ。本当に選手の。さあ、それでは長澤君発表の方お願いします。私の世界には〇〇しかないはこちらです。卵です。あれ、はい、長澤君、あれ、そんなミスある。そんな、え、そんなに好きじゃない。いや、好きです、大好きです。いや、あと一角めんどくさくなっちゃった。なんでだろう、たまたまで。あ、卵だけに。いや、これは出ました。踊らされた。これを言うために我々に踊らされました。踏みつかせるために点を手のひらの上で。あ、なるほど、はい、計算ですね。さすがです。計算、嘘つけ。はい卵。私は卵が大好きなんですが、うんうん、好きになったきっかけの料理があります。それはこちらです。ニンニクとトマトが入ったスクランブルエッグです。おいしそう。はい、まあ、ニンニクとトマトが入ってね、まあまあ確かに。で、これから卵についてちょっとお話しします。はい。はい。はい、卵の構造です。はい、いやー、知りたくなかった、はい。そこ？卵の内部はこんな風になっています。この体という部分が、あ、白いやつだね、はい、これは料理とかで邪魔なんで取っちゃったりとかするんですけど、うん、抗がん作用があって、はい、がんに効いたりして、なので、まあ、取んないで食べることをおすすめします。そもそもさ、体ってあれ何なの。なんか黄身を中心で支えるためにこう、あ、両サイドについてる、手みたいにこうついてる。そういう理由なの、あいつら取らない方がいいんだ。もったいないです。栄養的にも、はい、他にもいいことはたくさんあって、はい、二日酔い予防。はい、そうなの。飲みすぎたなと思った日には次の日に卵を食べれば二日酔いが覚めるらしいです。そう、いつも長澤君そうしてる。、ね、メンバーみんなそうしてる。二日酔いの後は、二日酔いの後は、え、今日だ、やべ、気持ち悪い、飲みすぎてたやつって。平手とかない、もうだんだん気持ち悪いっすね。やべ、もう今日収録いけないっすね。一番下だから。ないね、まだない、まだないね、まだないね。そっか、他にも、じゃん、お、美容ダイエットに効果的です。ほんまに、あら、あ、出ちゃった。ほんまに、あ、土田のりが出てきちゃう。そうなると、うちやっぱ美容とダイエット大事やから。
いや怒られるわ藤原紀香さんに怒られるわ俺そうなんだダイエットの卵レシピがあるおいいじゃんわそれは知りたいよじゃん豆腐オムライスですお何それヘルシーな感じじゃないそれだと200キロカロリーぐらいで済むのですごいあらダイエットに適してますいい、ね、おいいよ長澤くん、うん最後に私の周りの友達に聞いた朝食に出たら嬉しいランキングを出します長澤くんの周りの友達に聞いたランキングねはい私の周りの友達自分で集計したのね長澤くんが、はい、集計してきましたちなみに何人ぐらいですかそれは長澤調べ15人ぐらいです10は結構ギャル調べたね意外2、3人ぐらいだってちゃんと聞いてるじゃんちゃんと長澤調べね長澤調べ下の方に出しとくねカッコで長澤調べで、はい行きますおじゃん1位納豆2位卵3位焼き鮭ですあれどういう質問だったの卵関係ないえ朝食ランキング朝食に出たら嬉しい朝食のおかずかそんなに好きじゃないいや好きです大好きです朝食のおかずで出たら嬉しい卵料理ランキングじゃなくてじゃないんだねあ違います朝食のおかずランキング、はい、もうちょっと待ってもうこの時点で納豆に負けてるじゃんそれで卵でくくってよいやいや俺もそう思ったのよ朝食の卵料理もう見たら納豆と焼き鮭って書いてあると思って